ご訪問ありがとうございます。今回のビデオは毎年9月に実施されている世界小児がん啓発キャンペーンに合わせて北九州市の小倉城が9月9日から11日まで黄金にライトアップされました。黄金色に輝く小倉城の様子をご紹介したいと思います。世界小児がん啓発キャンペーンは国際小児がん学会などが世界各国で展開しており、日本も今年から研究者らのグループが啓発シンボルマークであるゴールドリボンにちなんで日本各地の各所を金色にライトアップしているんだそうです。小倉城は私の住んでいる北九州市にあります。いくつもの動画を作っております。ライトアップもいろんなライトアップがされています。説明欄にも貼っておりますので、よかったら合わせてご覧ください。インターネットの情報によると、小児がんは国内で年間約2000人から2500人が発症しています。治療の不安に加え、新型コロナウイルスの影響で家族との面会や外泊の制限が続いており、子どもたちは寂しさも抱えています。乳がんの啓発キャンペーンはピンクリボンということは割と知られてくるようになったかなと思いますけれども、小児がんがゴールドリボンだっていうことを今回初めて知りました。動画や写真では金色より少し黄緑がかったライトに見えるかもしれません。黄色っぽい感じですかね。見えますか皆さん、これ小さなお子様を連れた方も綺麗ねって小倉城を見に来てるご家族などもいたんですが、この意義を知ってもらうことが今元気でいられる子どもたちへのメッセージにもなればと思います。もちろん健康でいられる私たちも、医療従事者の方、ご病気の方たち皆様と一緒の世界に生きているっていうことを振り返り感謝できる日々であればと思います。小倉城の動画はいくつか作ってるんですが、すぐ隣にある北九州リバーウォークという商業施設の3階のところから撮ってみたものと、お城の近くから撮ってみたもの2つを組み合わせています。綺麗ね、黄金色ですね。黄金色の小倉城です。三日月も入って綺麗。小児がん特別、小児がんメッセージライトです。運動不足解消のために最近は夜お散歩に出ることが多いんですが、こちらは小倉城隣の近くの神社ですね。これも動画にどこかにありますよ。夜の神社ちょっと怖かったな。下から上を見上げたような小倉城。美しい光でした。もともとお城の形がとても綺麗なのと、白い壁にどんな色のライトが当たっても輝くお城、それが小倉城です。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。週にだいたい2本のナレーション動画をアップしています。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。写真もストーリーを感じるように撮影してもらって、写真とナレーションで動画をお届けしています。またお会いできたらとても嬉しいです。みほでした。